ゴールキーパー清水は初スタメン、ディフェンス右は綿引き、センターバック神野大、そして左に新保の4枚です。中盤深いところに千部、前には下沢、そして徳永雄大、フォワードは3枚、右に西田、左に絶好調岡田。フルス対決となる園田拓磨が帰ってきました。一番前に体を張ります。ゴールキーパー野村、ディフェンスは4枚、右に安西、藤崎が戻ってきました。つけぎと国士舘大学の同級生コンビを組みます。左に大迫、中盤深いところには菅井拓也、江藤直樹、徳永幸太郎は2試合連続のスタメンです。フォワード3枚、右に北龍馬、左瓜生康生は初のスタメン、一番前にエースの渡辺亮。まだインプレー中、鈴木はまだ入ることができません。沼津は1人少ない状態、ボールが乱れて流れていく、先制点手に変わる宮崎、恩返し団は園田拓磨。フルス対決の園田、中つないでワンタッチワンタッチ、沼津がボールをものにする。中へ渡辺亮持ち込む、同点、渡辺亮。素晴らしい落ち着き、流し込んでいきました渡辺亮。少し窮屈な形になって、もう一度沼津が奪い返します。千部が奪い返しに行く、プレーオン、前で園田受けて左に麻生岡田、ポストに直撃、北龍馬直接狙った、枠に行っていました。かわす、カウンターを許さない、逆に西田、宮崎切れ込む、シュートに行った、押し込めるのか、倒されて、強い笛が鳴っていますが片手が上がっています。菅井が詰めていく、奪い返して宮崎、また抜いて右使う西田、前が空いている、エリアの中だし、いい形で入ってはいました。徳永雄大また抜いてパスを出して、そのまま自ら中に入っていきます。背番号10、正面で受けてというところ、徳永幸太郎、鈴木持ち込んでいく、渡辺亮が準備する、瓜生から仲間に任せる、防いだ、素晴らしいシュートでした。そしてよく防いだ、今日初先発清水大、千部が回収、遠いサイド新保にというところでしたが、沼津が跳ね返す、つなぐ岡田、狙っていった、狙っていきました、30m。 沼津の選手がエリアの中で倒れましたが笛は鳴らず、また引きかわす、クロスが入ってくる、橋本待っている、際のところ、野村がよく防ぎました。エリア内、宮崎がなお攻める、パス出して大熊、強い笛、ペナルティースポットから少し離れたところに宮崎の選手たち、それを防ぐように沼津の青い選手たち、柔らかく上げた、まだある宮崎、最後押し込んだ、
宮崎勝ち越し。園田拓磨、そして試合終了を告げるホイッスル、その前にゴールイン。劇的な幕切れ。古巣を相手に先制点、そして決勝点。ホームで負けないテーマジャール宮崎、開幕戦以来の2勝目。